皆さん揃ったことですし、今日もきっちり練習いたしましょう。待って待って、私みんなで見たい動画があってノートパソコン持ってきたんだ。いけませんよくるみさん、授業以外でパソコンを使うのは禁止です。もう委員長はうるさいな。 DJ ユニットの活動に使うならいいってシスターも言ってくれたでしょ。何を見るの？ VTuber の動画だよ。 VTuber？ って何なの？今ネットで大人気のバーチャルアイドルだよ。ハピアラのムニちゃんに紹介してもらったんだけど、すっごく可愛くて楽しいんだ。そういう遊びは練習が終わってからになさいまし。ただの遊びじゃないんだよ、 VJ とかパフォーマンスの勉強にもなるの。 VTuber って見ている人たちの盛り上げ方がうまいから。面白そうなの、ミーコも見てみたいの。いい刺激になりそうだね。たまには普通の練習じゃなくて勉強会をやってみるのもいいかも。私たちネットのことはよく知らないし、学べることはたくさんあるんじゃないかな。みゆさんがそうおっしゃるのでしたら。わーい。ただし勉強会ということなら中途半端は許されません。気づいたことや後で応用できそうなことはしっかりとノートを取ってくださいね。うへー、動画くらいもっと気楽に見ようよ。これだから委員長は。くるみちゃん早く早く VTuber の動画見せてほしいの。待って、今表示するから。いろんなライバーがいるけど、どの動画がいい？あ、これゆるふわホラゲ実況っていうの気になるの。ゆるふわ、なんだかほのぼのした言葉だね。ホラゲって何なのかわからないけど、きっとほのぼのできる動画なんだろうね。あー、うん、そうだね、絶対ほのぼのできるよ。どうして妙に力強いんですの？くるみさん、何か企んでいません？いやいや、企んでないよ。ポチッとな。みなさん、コンコンキーツネ、白神ふぶきです。きたー、久しぶりのホラゲ実況だ、イエーイ。というわけでね、早速続きからこのお化け屋敷の攻略を進めていきたいと思います。お化け屋敷、まさかホラゲって？ホラーゲームの略だよ。私こういうのは苦手で。大丈夫だよ、ゆるふわ実況だから。そうだよね、ゆるふわなら安全だよね。ミーコちゃんが見たいって言ってるんだし、私頑張るよ。一緒にお化け屋敷に入ったジョリーが行方不明になってしまいました。最初に消えた子みたいにお化け屋敷の呪いに囚われて大変な目に遭っていなければいいんですが。キャー、バッカ野郎、お前なんでゾンビになってるんだよ。うわー、怖すぎるよ、全然ゆるふわじゃないよ。私が目を塞いでいて差し上げますわ。ミユさんは耳を。お願い。あ、ほらほら、もう怖いシーンは終わったから平気だよ。騙されてはいけませんわ、絶対これが一番怖いシーンです。画面がドロドロのぐちゃぐちゃですから。いやー、お、終わった？ねえ、もう終わった？でも、ふぶきちゃんすごいの。コメントを書き込んでるの、日本だけじゃなくて海外の人もたくさんいるの。日本にいながら海外の人たちと仲良くできるなんて羨ましいの。 VTuber、 大きな可能性があるのですね。はぁ、ホラゲ
声実況面白かったの。もっとふぶきちゃんの動画を見たいの。怖いのは控えめでお願いします。ホラゲ以外にもいろいろあるみたいなの。ほら、お歌も歌っているし。それでは歌枠、歌っていきたいと思います。今日は皆さんありがとうございました。ではでは、バイバーイ。楽しいお歌の番組だったの。歌の間のトークも軽妙でしたわ。 VTuber 非常に興味深いですね。でしょ。私もまだちょこっとしか見てないけど面白いんだ。ミーコ、こういうお勉強ならもっとやりたいの。他の VTuber さんも見てみたいね。頑張りましょう。リリカルリリーのさらなる発展のために。